かマリーで、はい、自称尾道観光ガイド犬丸浩二でございます始まりました。今日は広島から 4名の、ゲストを招いています。まずイノピー先輩です。イエイ、こんにちは。で同級生のひらきくんです。でかおりちゃんです。かおりです。そしてお菊人形です。では今からモーモーキッチンでランチ食べます。はい。非常にいい天気で海も綺麗、こんな感じで今日一日楽しんでいこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いします。いただきます。すごい。お願いします。はい、ちょっと呼びましょうね。はい、ありがとうございます。イノピーはステーキ定食お願いします。この皆さんは大人のお子様ランチいいよね、大人のお子様ランチっていう言い方が、うん、このカバン誰のだ、誰のだろう。わしのじゃ。忘れたやろ自分が。わしのとは財布も入ってるし。オーマイゴード。知らん顔して俺に行くの。この映っとるかな。映っとるな多分。ガッ。ありがとうございます。いやいやいや、思いっきり忘れとるし。それか。着物を着物を脱がせる、脱がせるやつ。回るな回るな、お前も悪いよな。エチゴ屋、お主も悪いよ。エチゴ屋、エチゴ屋、エチゼン屋もに、あ、ええよ、入れるよ。はい、そこ座って。どうぞ。あの3名にお願いします。あ、そうですね、はい、じゃ あの好きなものを選んでくださいね。喜ぶ手がおらんのだろ今。無色。野村健次郎も断ったんだろ。あ、そうなんだろう。もうなんかファンがもうボルカス UK やりたくないと思うね。広島のファンひどいよね、かわいそうよね。ひどいよね。でも王監督1年目に来た時福岡はね、たまもね。でも次の年にね、すごい上がったから、みんな謝ったんですよ。ごめんなさい、すいませんでした。広島の方もそれぐらいしたらいいよね。なんかコーチ陣だけでもちょっと
だって大垣されてる老人も。みんな介護してくれてありがとう。いいね。さくらさんにも介護してもらったの。よかったね。おむつ履かせてもらった。そうそう。尿漏れパンプです。下品なこと言わないでね。今日はね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい。どうですか？あ、いいですよ。いいですよ。いいですよ。今、イノピー先輩。ありがとうございます。本当は膝を曲げて、ちゃんとこう。どうぞ。ちょっとマークも回らないと見えるぞ。やめて、やめたばっかりよ。邪魔邪魔邪魔。はいはい、ちょっとちょっと。かおりちゃんです。とてもよく似合ってます。ピンクが可愛いです。髪もセットしてあります。いい感じです。あ、いいね、この棒がね。すごい、これ、ちゃんとやっていただけたので。しかもマスクもピンクでいいんじゃないですか、非常にね。合わせがね。はい、撮影タイム。とりあえず探させていただいていいですかね。ぬみずくさんです。あ、これすべすごいですね。ミミズクさんです。すごい、そんなちっちゃい機械でそうなんですよ。あ、そうそう、あ、そうそう、見た見た。あ、ありがとうございます。見た見た。あと外観をすいません。これ動画なんですよ。いやそういうあのお笑い系 OK ですよ。なんか昭和の感じがいいね。昭和の感じ。昭和かい？大正かな？大正かな？あ、大正？なんかでもやっぱりね、親子にしか見えない。ああ、そうです。親子だもん。なんか危ない感じがね、あんまりしないね。恋愛大正。あ、大正じゃない。あ、それ大正デモクラシーとしてだけなんですよ。バカ野郎。いやいやね、見てごらん、今の普段着の、かわいいね、これ何？これフリルがついてるじゃない。あ、これはね、自分のさっきの服。あ、そうなの。そう、洋服の。かわいい。これいいよね、これ。これ、普段着なのでカジュアルな着物。そういうなんかこう、冠婚葬祭とかじゃない、本当の普段着の、普通の着物。そうか、中はどうなってるの。いやいやいや、ごめんなさい、かわいい、かわいい。はあ、いいじゃんいいじゃん、かわいいかわいい。本当？うん。男って見えない？見えない見えない。本当久しぶりに女のお前を見たよ。本当？めくってみる？いやいい。あ、いい。ごめんなさい。見てよじゃあ。遠慮してきます。バクいったらバクバク動画撮ってくれそう。お、バク。うん。さくらさん、ちょっと後でいいからこっち向いてもらって。もしよろしかったら1年で。今、すいません。さくらさん、ごめんなさい。じゃあ動画の方から先に。あ、いや、OK ですよ。じゃあ行きます。はい。いや、いいね。あ、イノピ行きますよ。イノピ行くよ。パパです。どう見てもあれやね。あの、親子しか見えないね。貫禄ありすぎよ、イノピ。いいのよ、親子で。写真を撮ろう。この2人の女性すぐ消え、そしたら録画できてます。止まっちゃおかしいよね。スカート中入る。いや、ちょっと入ってみる。中に入りながら、はい、卓球台がありますね。すごいね。これいろいろ。ここはあれですね。
レコード屋さん。ね、これ売り物？だって値段書いてある。売り物だよ。マジで。動くのこれ。インテリアとかこういうお店を。ね、アンティーク。ね、アンティークな感じ。古民家とかのね、お店をさ、はい、下から見ます。どう見ても親子にしか見えない、うん、なんか日頃よりね、あれですよ、イロピーさん貫禄が出る、着物出る、着物いいの、うん、いや、でも本当に正月着物いいそうか、うん、似合う似合う、うん、そしてさ、なんか立ち切られそう、ほっぺたを叩くようななんだよ、まだそんなことない話を聞かれてスリスリってなるね。ね、だそうね。ちょっと滑っちゃう。そうそうそう。これ滑りの滑るやつあるよね、これ。あの、うん、こういう靴下の。つま先で歩くとちょっと滑るけど、なんかこれね、紫の花が滑りずっと歩いてるみたいな。いや、綺麗。ちょっと歩くの綺麗。着物が。本当に。あの子たちはやっぱり似合う。嬉しい。背丈バランスちょうどいいですね。やっぱタッパがあるがいいよね。あるね。物がね、背が高い方が入るんで。歩けない。立派な木だね。あ、クタの木ですよ。本当だ。猫キッサーね。これ、みんな落ちていくんじゃない。これ靴だけ残して人間が落ちていく。あ、牛虎神社？あ、上にほら。ロープウェイね。あ、ロープウェイ。猫の足跡っぽいのが。そうなんだよ。いいね、これ。出てくるね。あ、この、ここはポイント、猫はね、ポイントが何か所かあって。うん、最初にあのイーハトーブ、イーハトーブ